旭橋は、新潟県村上市の荒川に架かる国道345号の道路橋梁。旭橋は、村上市の荒川に架かる橋長505.0メートルの橋梁であり、荒川に架かる橋梁のうち、最下流に位置する。また、2003年度から2018年度に行われた国道345号の旭橋掛け替え事業の名称でもある。 路面高が計画降水位よりも低い潜り橋であることから荒川の洪水地には交通規制が行われ。また、老朽化や沿岸による損傷、歩道がなく福音強章であるため、急遽の下流部に新橋が建設された。日本海に近いため沿岸対策として鉄筋と鉄筋結束時の鉄線にエポキシ樹脂塗装を採用した。 連続下駄の長さは505メートルに及ぶことから、支傷の伸縮量は両端の合計で300ミリメートルに達し、コンクリート打設後速やかに伸縮装置を取り付けられない。そこで、下駄設置後の変異に対し、ジャッキによって支障下面のプレートを適正位置に移動させるポストスライド方式により、打設1年後に施行した。また、塩害対策のため後欄にもアルマイト処理が、 採用された。テーパーをつけることで、接合部の防水を図っている。株構は、兄大2機の区域礎は逆地式兄大、橋脚7機の区域礎は、壁式橋脚である。新橋の完成により、車道が拡幅され、大型車のすれ違いが容易になった。また、路面高が急遽より、約6メートル高いため、特殊通行規制区間の指定解除された。 歩道の設置により歩行者のより安全な通行が可能になった。急鏡急橋は、左岸側は旧堤防口を基準に加境されたため、かさ上げされた堤防よりも低いが、河川回収に伴い追加された、右岸側は回収後の堤防口を基準にしたため、左岸側より右岸側が約1.5メートル高い。このため増水時には、橋が水面下に沈む。 潜り橋になっており、荒川の水位上昇に伴い、通行止めになっていた。朝日橋は1959年に、佐賀側の延長382.7メートルが強要されたが、1964年の河川法制定前であり、1967年の上越水害を受けて川幅を広げ、 堤防をかさ上げする荒川の河川改修に合わせて1978年右岸側111.6メートルを追加した。新橋の河橋工事は河川内の工事であり、夏の洪水時期や漁気を回避するため、工事期間が冬から春先に限定されていた。2012年までに基礎、株工が完了し、同年度に上部工に着手した。 新橋の開通は2015年10月4日で、その後、急遽の撤去に着手し、2018年5月末までに完了した。ありがとうございます。